ゆうのややさんどうもです。カブさん、今週末はオリオンザ流星群がピークになりますよ。21日から22日にかけてがピークですね。1時間に5個から10個くらい見られる可能性もあるみたいですよ。雲に邪魔されなければいいですね。そういうそうそえば、また菜園っぽい虹が出てましたね。いいことありそうですね。うん、ちょっとだけなんかありましたよね。 あー多分この日も嵐で多分見ることができないと思いますけどね。うん。最近でも星のイベント結構ありますね。うん。カブさん、10月21日は赤煮の日だそうですよ。エジソンが京都産の滝を使って白熱電気を発明した日だそうですね。えアメリカでも同じ電気記念日だそうですよ。エジソ,ソンの発明に日本が絡んでいるのが嬉しいですね。ちなみにエジソンはイティザの A 型だそうです。 電気が高いのでで安くなってほしいですねあ結構今、日本も電気が高いんですね。こちらは結構ね、下がってきたっぽいんですけど、うん。でもなんでエジソンって、伊手座の A 型って分かったんでしょうかね。まあ、星座はいいとしても、A 型って、この時からも血液型って分かってたんですね。うん。はい。ということで、京都産の竹を使って白熱電気を発明したということらしいですね。すごいなんか。うん。 えカブさん、島根県でシロマダラ,マダラっていう蛇が見つかったらしいですよ。えこの蛇は幻の蛇ってわ呼ばれているそうですえ。中学生が芋掘りをしていて見つけたらしいです。すごいですね。この蛇も絶滅危惧種のレッドリストに入っているそうです。でもやっぱり蛇は気持ち悪いですね。カブさんは蛇も触れるんですか絶対無理ですね、うん。結構危険な動物を触るっていうことはしませんね。毒蛇も結構いますからね。うん 蛇は触ったことなないかなでもシロマゼラっていうヘビ見つけた中学生もすごいっすね。うん最近こういった話も結構多いですねなんかねいろんな新しいものが見つかったりとかね。うん えー、サラカレさん、どうもです。こんばんは。ベルギーにはクあ、クマはいないとのことで、日本のようにクマによる被害に悩まされることはないのでいいですね。日本は逆に狼はいません。えー、明治時代までにすべて絶滅したそうです。えー、ベルギーには狼はいるんですね。人を襲ったり、農、えー、作物などを荒らしたりする被害は出ていませんが、以前にベルギーの鉄道に関する話が出たときに、えー、ベルギー国鉄の路線は日本の鉄道のように、野生動物が、えー、線路内への侵入を を防止する柵が設置されていないという話を聞きましたが、被害があまりないからそもそも必要がないということでしょうか。日本に関しては全ての路線ではないですが、山間部でも利用客の多い路線や特急列車などが走る路線には設置されているところが多いです。このような対策をすることで野生動物が原因のでのダイヤ乱れや列車との衝突を防止する狙いがあります。ベルギーではあまり柵がないですけど、 えと被害は時々やっぱりありますよ。うん。なので、ええー、時々こう、羊とかヤギが通ると、通ったりとかするときは、列車が徐行運転になったりしますね。うん。だから、あの、しょっちゅうだから遅れたりしますよ。うん。オオカミはいるらしいんですけど、本当に少ないので、農作物を荒らすとかっていうことをしてることはまだわかんないですね。うん。た多分天然記念物とかなってるんでしょうかね。うん。 逆に、オオカミ見たさに、あの、専門家が調査している最中ということなんで、うん。えー、そして、幼少期のうちに何らかのスポーツをやってみた方がいいというのは、私も同感です。私は運動神経が著しく悪いため、運動は非常に苦手ですが、えー、それでも幼少期に水泳を習っていたことで、 基礎体力がついて泳げ,た泳げることによって学生時代体育の授業のうち、水泳に関しては苦しめられずに済んだという利点がありました。幼少期だったこともあり、私の意思ではなく家族の意向によって自然と習いに行っていたという意味合いもありますだが、今思えばやっていたことによるメリットがたくさんあって、 あったとと思思っっているで良かったたますただし子供が著しく嫌がっていた場合はその時点でやめさせてあげた方がいいと思っています。適性を見極めて良いと思ったらとことんやるのが一番であると思っています。これに関してはスポーツ以外の習い事についても同じことではないかと思います。 ちなみに私は水泳とピアノを習っていましたが、水泳は約6年間、ピアノは約8年間習いましたということですね。うん、あの水泳って結構すべての運動の基礎体力につながってくるので、肺活量も上がってくるので、結構子供のうちにやらすのはいいことだと思いますね。うん、あの水に顔をつけるのが苦手,だ苦手だったりする子もいるんですが、そういったことを水泳を習えば、まあ、それが改善されるんで、 多分メリットの方が多い気はしますけどね。うん、えそしてもう一つです。ベルギー国内のテストのセ線バスに関しては、え遅延証明書を発行にも、え相当な時間を要するんですね。しかも、一日申請書を提出しないといけないんですが、非常に面倒なシステム システムですねあの日本に関してはでき、近年は鉄道会社の公式ホームページからも遅延証明書を発行することができるようになり、これを印刷する画面に提示するだけで遅延証明書と同じ効力を持ちます。スマホを持っている人ならば、その後でも無料で利用可能です。鉄道会社やバス会社によっては、 従来通り、紙のところでだけの会社もありますが、JR の路線は多くの路線でネットからの発行に対応しています。基本的に5分以上の遅延で発行されることで、あ、5分なんですね。日本は会社も学校も非常に非常に厳しい文化となっていることもあり、公共交通機関にも時間遵守の精神が隅々まで徹底されています。特にテストの場合は、 3分以上の遅延ならば、ほぼお詫びのアナウンスを流しています。たとえ数分程度の遅延でも、人によっては誰変な迷惑がかか,ってかかっている可能性があるため、お詫びしないといけないことになっているのが日本の姿です。海外の方からしたら、驚愕する話になるのではないでしょうか。それと驚いたのは、1回の遅刻でも学校の反省文10枚を要求される学校があるとのことです。この反省文を提出した後は、一体誰がその作文を読むんでしょうか。教師がやることが多くて忙しいと思うんで、 10枚というなかなかしい文章を真剣に読む時間の余裕などあるんでしょうかそれと10枚の反省文は国語力や文,章力文集力に優れている生徒であってもかなり難易度が高く大学の論文作成よりも難しそうに感じます。現役の中学生、高校生はもちろんですが大学生や社会人でもかなり難しい話じゃないかと思います。うん 10は一体何を書けばいいんでしょうか遅刻をした懲罰をしたいならば、回数に応じて減点、えー、をして、一定回数以上で、えー、定額処分や留年もしくは退学処分にするくらいでいいのではないかと思います。幹部さんも危うく遅刻になりそうになった経験があったんですね。危機一発で難を逃れたというのは、日頃の行いが良い証拠ではないかと思いますよ。えー、危機から守っていくもの,ものと思います。 はい。ということですね。いや、まさしくその通りなんですよね。幾分間高校なんですけどね。はい。言っちゃいましたね。まあ、あの、お前も言ったらいいんですけども。あの、幾分間高校、今もかどうかちょっと分かりませんけど、幾分間高校、中学校、グローバル高校はですね、え、調校すると反省文10枚っていうのを出されるんですよ。で、これ、なんとですね、先生にも反省文の 課題が来ることがありますね。あの、遅刻ばっかりしてるクラスがあると、先生が悪いってなって、先生は反成分10万以上だったり、これあるんですよ。これ実際見たことありますね。うん。で、帰ってる友達もいますけど、もう殴り書きで、もう同じことを繰り返して書いてますからね。 あのー、まさに小泉公文ですよ、本当に。あのー、小泉公文っていうか、同じことを何度もなんか違うふい表現力をとかで書いたりして、何度か10枚っていう感じで、で、先生にも責任があるので、あの、先生も読まなければいけないっていうことなんですよね。もうだいぶブラ、だいぶブラックですよね。ねえ、もう全部もういっちゃいます、僕はね。うん。そんなこともありましたね。うん、なんかこ、高校に残ったりして、10枚うう一生懸命書いてる子もいましたからね。だからそんな思い出もありましたね。 うん、でも、3分以上の遅刻ならば、お詫びのアナウンスっていうのは、これは神ですね。はい。神だと思いますよね。うんまあ、5分以上の遅延っていうことは、ベルギーはほぼ毎日遅延証明書ですね、これね。うん そして、日本の児童喫煙防止対策の現状についてですが、2020年4月から日本でも飲食店の店内では原則として全面禁煙となりました。また、職場に関しても、国内ではえええ原則全面禁煙が義務化されました。健康増進法が改正されて、このように規則が改正されましたと。ただし、例外はあります。居酒屋など、どうしても喫煙できる空間が必要な場合には、お店の出入り口に喫煙可能な店舗であることを明記をすることで、 例外的に許可されています。 喫茶店でもうごく一部ですが、喫煙可能な喫茶店を歌っ,って商売をしている事例があります。日本に関しては、まだまだ諸外国と比較すると、自動喫煙対策が不十分だと思っています。吸ってはいけないところで吸っている人や、吸い殻のポイ捨てが多いところもあり、これも問題に感じます。東北地方に関しては、全国でも喫煙率高めですが、あ、そうですね、東北地方、ルール違反をしている人のほとんどが、中高生の方が多いです。若者の喫煙マナー違反は 東京など大都市圏が多いように感じます以前1回だけ駅構内で喫煙をしていると、えー、直接注意したことがありますがにらまれたためそれ以降は本人への直接注意はやめて駅員に通報し駅構内放送を流して注意するようにお願いをしているようにしていますと、うん、あでもね結構これ危ないですよ注意するのってあの確かに相手が悪いんですけど本当に変なやつっているので注意するだけで逆上して 本当にこう、殺されたりする案件っていうのが少なからずあるんですよね。なので、あの、確かにいけないことなんですが、それを注意しただけで、命の危険とかもあるんで、ちょっと僕は避けますけどね。うん、危ないですよ、本当にね。うん。でも、あの、レストランとか全面経営になったんですね、2020年4月から。あ、そうなんだ。 これどうでしょうかねタバコ吸ってる人はね、うん。僕はね、タバコ吸ってないんで、タバコの煙好きじゃないから全然そっちはいいんですけど、でもタバコを吸うことでストレスは軽減されるっていう人もいると思うんですよね。そうすると、暴力行為が減ったりするっていうこともにもつながってくるのかなって考えたこともあるんで、まあ、あの、過度にこう、やりすぎたりすると、なんかショートツームのかなっていう感じはするんですけど、どうでしょうかね。うん。そっか。じゃあ全部全面禁煙なんだ。 なるほどあ健康増進法あ、なるほどですね。そういうことなんですね。なるほど。うん、そして中島みゆきさんの「ヘッドライト・テール・ライト」という曲はとても良い曲ですので、ぜひ聴いてみてください。うん、ちょっと枯が鳴ってます、ね。地上の放出とともに、プロジェクト X にふさわしい曲ではないかと。あ、本当ですか。 えー、地上の星は、これからも難題に挑むときに,に覚悟を持って挑もうとする覚悟、覚悟するような心境で。うん。ヘッドライト、テールライトは、まあ、難題をクリアして壁を乗り越えて、これからの未来を見据えるような心境が漂う曲となってますと。うん。えー、歌詞が一つ一つがとても深い曲でもあります。あそうなんですね。ちょっと、じゃ今、聞いてみたいと思うのは、テールライトね。うん。なるほど。あテールライトか。うん。ヘッドライト、テールライト。 あ、ヘッドラウトテールアウトってったのですね。なるほど。うん。はい。というわけでですね、これで終わりにしていきたいなと思います。ありがとうございました。